はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、栃木県の真岡市に来ております。僕のねチャンネルの視聴者様だったら、真岡市といえばジラフさんと出てくると思うんですけれども、今回の動画はジラフさんではなくて、なんかね真岡市でデカ盛りと調べたところ、とんでもない量のあんが入ったたい焼きを焼いているお店があると発見いたしまして、本日はねそちらのお店に向かっていこうと思います。正直この後ねジラフさんで撮影があるんですけれども、ちょうどねそのたい焼きを買っていけばお土産にもなりますし、いいかなと思いまして、今回はそちらのお店、テイクアウト系のお店なので、そのねとんでもなく分厚いでかいたい焼きを買って車の中で食べていこうかなと思っております。でせっかくたい焼き食べるので、たい焼きに合いそうなお茶、牛乳とコーヒーなんかも買っておりますので、この相性のいいね飲み物たちとそのとんでもないたい焼き食べていこうかなと思います。早速お店の方向かっちゃいましょうか。よいしょ。今日はね珍しく外撮影なんだけど、あいにくのね天気でめちゃくちゃ曇天なんですよ。せっかくだからね晴れてたらいいなと思ったんだけど、てかもう見えてきたな、目の前や。はい、ただいまですね、公園です。お店さんのね人が良すぎまして、お店入る導入のねお話もできないぐらい店員さんたちとねお話をさせていただいてしまったので、ちょっとね別撮りで撮っております。で改めまして、本日訪れたのが八起屋さんという、まあ、テイクアウトね専門店なんですけれども、今回は先ほどお話した通り、あんことクリームとんでもない量入ったたい焼きを購入させていただきました。でちょっとねもう入った時点からいろいろとお話をさせていただいておりまして、サービスでねたい焼き、たこ焼きなんかもいただいちゃったので、まずはねその店内映像をどうぞ。すごいなこれ。こんなに入ってるんですね。実物すごいですね。でもこれでね140円ってのは安すぎますよね。でもやっぱ改めて値段見安いっすねこれ。ちょっと普段はね店内イートインされてないそうなんですけれども、川崎からとお話したところですね、特別にたこ焼きこちらでねいただいていいってことだったので、ちょっとお先いただきます。それでいただきます。これパンパンで400円ですもんね、めちゃくちゃ安い。あ、おいしい。お、あ、焼きたてだから一口でいっちゃダメですね。うまいからちょっと分かってっても一口でいきたくなっちゃう。あ、うまい。この八起屋さんって何年ぐらいもやられてるんですか？13年。もともとこたい焼き屋さんやる前もお父さんその食べ物関係の全然違うんですか？あ、はい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 。あ、じゃあ金魚からタイになったんですね。うん。完食しました。美味しいですね。ちょっと今上顎がちょっとヒリヒリはしてます。すごいなこの量。いや美味しそう。こんな入ってもう全然収まりきらないんですねこんなに。すごい。ああ先にありがとうございます。いただきます。わあすごい。今焼き上がったのでこれ先にいただきました。これめちゃくちゃうまいっすね。こうサクサクも美味しいですけど、時間経ったらねちょっと柔らかくなったのも絶対美味しいですね。これすごいですね、一口かじったらもう出てきちゃいますね。うん、これお待たせしました。
ありがとうございます。そしたら今ね、こんな感じでたい焼きいただきました。今もう食べたんだけど、続き食べていきますか。はい、てな感じでございます。で、ね、映像にもあった通りたい焼きを購入させていただきました。今回ね、食べていきますのが、もうね、すごいんすわ。クリームとあんこ3つずつなんだけど、はみ出すぎでしょ。早速ね、こちらをいただいていこうと思います。いただきます。まずはね、先ほど店内でもいただいたこのあんこのたい焼きなんだけど、やばいねこれ。やばいね、こんなん見たことないわ。ちょっとはみ出しあんこと、うん、見た、噛んだ瞬間はみ出る。本当にね、こぼれないように気をつけて食べないと、一瞬でこぼれそう。やっぱうまいね。2個目でもうまいわ。ちなみにね、これ1個で 200g ぐらいあるらしい。で、10個で 2kg 超えるらしいよ。そしたらこのね、あんこと合わせてちょっと苦いお茶でいただきます。なんか日本って感じ。そしたら続いてクリームいっちゃいますか。クリームもさ、やばいよね。収まりきってないんだもん全然。こちらもいただきたいと思います。うまい。うますぎる。なんか懐かしい感じだな。特別どうとかじゃなくて、もうホッとする美味しい味なんですよね、うん、このたい焼き1個ね、140円なんですけど、それぐらいだったらさ、子どものお小遣いでも買えるじゃない。小学生時代とかに近所にあったらこれめちゃくちゃ買えるね。うん、クリームはコーヒーでしょ。うんま。こういうさ、フラッとね、表で食うのもたまにはいいね。いや、うまいわ。うん。今回ね、自分用には6個買ったんですよね。で、この後ね、ジラフさんに行く予定があるので、差し入れとして、クリーム5個、あんこ5個の合計ね、10個。で、全部で16個か。買ったんだけど、2200円ちょいとかだったかな。あのね、安すぎ。安すぎるわ。うん、で、忘れてたわ、あんこに合わせるために牛乳買ったんでした。一番合う。あー、これやね。うん、うまっ。あー、うん、そういえばね、平日限定でたこ焼きとたい焼き、これセットで500円っていうサービスをやってるみたいなんだけど、お仕事の昼休みとかにたこ焼きとこのスイーツにたい焼き食って500円だったら安すぎるよね。心配になっちゃうもん。でも今日も本当にさ、この八起屋さんのオーナーさんとかともお話ししてて、やっぱりね、栃木の人はね、あったかくて好きだわ。今回のね、オーナーさんは別に全然僕のことを知らなかったんだけど、なんかもう一気にね、実家のような包容力で迎えてくださいました。うん、ということで、ただいまですね、たい焼き、購入したものはこんな感じで、クリーム2つ、あんこ2つ完食いたしました。ちょっとね、この残りの2つは今日自宅にお土産として持って帰るとして、本日はこの辺りで、ごちそうさまでした。
ということでですね、僕の動画だとこういったテイクアウトを紹介するのは初めてかな。写真で見るよりもとんでもない量のあんが詰まったたい焼きを食べていきましたが、料理がね美味しいのはもちろんですけれども、何よりもね人が温かい。やっぱなぜね人気店なのか、なぜ愛されているのか、これはデカ盛りだからじゃなくて味と人、それに限るかなと肌で感じたかな。で今回ね、購入はしてなかったんですけれども、期間限定でチョコレートあんなんかも販売したみたいなんで、ぜひね気になる方は挑戦してみてください。結構さ、こういう動画撮るのってみんな楽しんでもらえるかなって不安があるから、楽しかったよって方はねぜひコメント欄にください。高評価でしたらまたねしていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。